監督不行届け、星2。エヴァの監督である庵野秀明の生態や日常を面白おかしく妻が描いた作品。この漫画のジャケット見た時に、この兄オタのおじさんの生態を病院で何の引きがあるのだろうかって知っていたらまさかの庵野秀明というネタ、天才庵野秀明がどのようにしてハレらしい作品を生み出すのかを知ることができる大変貴重な資料。ベースがクッソ激烈にオタクであり、家に古いアニメの DVD から特撮もののフィギュアコレクションだったり、頭の先までオタクで、何歳になってもアニメがクッソ激烈に好き、日曜は必ず7:45分に起きて戦隊ヒーローものの特撮を見るとかガチオタすぎてあんこが震える。四六時中アニメのことを考えていて、四六時中アニメを吸収しているならそれはいい作品が生まれるわ、といった納得の漫画。また、メス作家にありがちなのろけ漫画や、承認欲求の感じを出さないし、自分を美化して書かない赤さんにして書いてあったりとあくまで読み手の興味がある庵野秀明をターゲットにして書いている部分がディモールトでね。この漫画の最後の後書きの庵野秀明の価値観が秀逸で、今の漫画は安直に現実から逃避する漫画で満足しちゃう、とか、アニメ漫画ファンの閉塞した業界に移るんですしてしまった、脱オタクがテーマだったとかそういったこじらせてしまった感じがディモールトでね。